C 周りで迎える初のナイトゲームをですね、ナイターのゲームをたくさんのお客さんに来ていただいて、松本山鹿のサポーターの方々、我々のサポーターの方々がですね、熱い声援を送っていただいて、非常に素晴らしい空間を作っていただいているにもかかわらず、そういった方々と共に喜び合えなかったことは非常に悔しく思いますし、ただ選手が見せた姿勢というのは決して悪いものではなかったと自分は思っています。で、それが自分の甘さなのかもしれませんけれども、ただ自分がいいと思っているものを嘘ついて悪いとは言えませんので、そういった選手たちの姿勢をですね、勝ち点差につなげてあげられなかったことを非常にサポーターの方々、あとは選手の姿勢、そういったものに対してですね、それを勝ち点につなげられなかったことは非常に自分の力不足を痛感しているところです。本当に悔しいです。以上です。愛媛新聞の渡辺です。お疲れ様でした。はい、リーグ戦ではですね、2試合連続の複数失点にはなりましたけれども、2失点、振り返ってみてどうでしたでしょうか。簡単に失点してしまうなっていうのは率直な感想ですね。決して、流れが、完全に山鹿さんにあったかと言われると、決してそうではなかったと思っていますし、逆に圧というか、本当やられそうだなという空気はですね、天皇杯の福岡戦の方が よほどこうルキア選手だったりウェリントン選手だったりというところバンバンクロス上げられてというところであったので、ですからゲームを見てない、振り返ってないので何とも言えませんけども、本当に簡単に失点してしまうなというのは率直なところですね。それが我々 の甘さであり好きなんでしょうけども、だそういったところを埋めていかなければ昇格というのはありませんし、もっと言ったらやはりそれを好きと捉えてしまうのは、逆転持ってこれなかったからそういうふうになるわけであって、やっぱりその両輪のところに目を向けていくことが大事かなと思っています。あと攻撃の面でもですね、ちょっと攻撃の形がうまく作れなかったなという印象があるんですが、その点についてはどうでしょうか。本当にそう思います。なかなか崩しきれなかった印象はあるんですけれども、本当ですか。そうであったら多分言ってますね。本当に彼らが源太が取ったところから攻撃の形を作れないと思ってボールを運んでたかと、本当にそう思いますか。結果的にはこう、結果的にはですよね。その結果は僕の責任ですよ。あいつらが本当に攻撃の形を作れてなかったかと、じゃあちょっと前のくすみのプレーと今日のくすみのプレーで本当に彼から攻撃の形を作れなかったのかと、本当にそう思いますか。私が見てる印象ではそう感じました。僕はそうは思ってません。くすみは劇的に良くなったですね。で、縦パスも入る回数が増えましたね、彼から。それはあくまで結果ですね。じゃあ、ドゥドゥのシュートが前半入ってたら、長谷のシュートが入ってたら、これは逆転化してたら、同じことやってたとしても、攻撃良かったですねと、多分なってると自分は思ってます。勇気持って、彼らは立つべきところに立って、自信持ってボールを受けて、その中にミスはもちろんあったと思いますけども、そういったところを、お前何がミスしてんだと。言うつもりはさらさらないですね。わかりました。はい。ありがとうございます。フリーランスの大中です。はい。後半ちょっとこう交代のところで、若干混乱というか、中川選手から後選手っていう最初。ああ、そうですね。あの時ちょっと中川とミニを並べてっていう、実際
あのシュートを打ってたのは入ってはないですけども足触れてたのは中川だったので、中川が残そうというふうなところで話したんですけども、だそれが、山田と帝を変えない、最初はそういう話はしたんですけども、でも山田と守備を並べて安藤右に置いて、でもうあそこで行ったらあの2点取らないと逆転できなかったようなシチュエーションでしたので、ですからまああの2点を取りに行った中で中川を残したっていう、だ中川を変えて帝を残すっていう選択よりもゲームはどっちに転ぶか分からないですけども、ただ75分とかそれ以上かけてですね、1点も取れなかったところをあの取りに行くっていうところで、まあ、一番シュートを打てる選手をあのギリギリのタイミングで変えたので、だ数分前の状況とはちょっとシチュエーションが変わっていたので、だそこでちょっと混乱を起きましたけども、ただあの時交代2回目だったと思うんで、まあ、実際3回目で同時じゃなくても3回目だったとしても、まあ、交代を認められたと思うんで、それはそういった背景がありました。でその中川選手なんですけれども、ちょっとその、まあ、こう見た限りでその非常にこう厚いテーピングを右足にしていたりとかして、コンディション的にはちょっとなかなかシビアな状態なのかなというところがあって、なおかつこの連戦の中でフルでこう、はい、あの、まあ、力を出し切るというか出し切ろうとしたその中川選手のパフォーマンスはどういうふうに思いますか。少なくとも、福岡のゲームよりは自分はプレーできていたと、見てます。そこは、まあ、だから残したっていうのはそうなんですけど、まあ、もちろんその岩手戦のビッグチャンスのところは枠が行ってしまったり、今日の、チャンスシーンでも枠に入らなかったりっていうのはもちろんあるんですけど、でも、なんていうんですかね、まあ、彼は我々にとっては大事な選手なので、やっぱそこは乗り越えてもらいたいっていうところと、まあ、実際、テーピング巻いてっていうのは中川だけではない、まあ、二見もそうですし、まあ、実際今本当にメンバー外の選手練習できるのがもう片手もいないぐらいの状況なので、そういった中で、選手は勝つっていうことに対してもう全力出し切ってくれてると自分は信じていますし、で今日の パフォーマンスというか彼が見せた振る舞いとか姿勢とかトライするところチャレンジするところっていうのは自分は少ない時間の中でもですね、福岡戦からその次岩手戦からのその次我々に足りないところこういうところっていうことに関して言ったら、あの選手はチャレンジしてくれたと自分は思ってますんで、だそれがやっぱり目に見える形でにしてあげないと、まあ、彼らの姿勢っていうものが本当に正しいと本当いいよねっていうふうに言ってもらえないので、だそこが本当に選手に申し訳ないな、そこを持ってこさせてあげなかった、これ持ってこさせてあげられなかったっていうことに対して非常に自分の、力不足というか本当に彼らの努力するレベルに今日は自分が見合ってなかったなっていうのが本当今日の彼の姿勢は勝ちで持って取らせてあげなければいけない姿勢だったんではないかなと自分はそう考えています。